ですね、私久しぶりにジェルネイルをしてきました。はい、なので今日はねこれをご紹介したいと思います。はい、それではスタート。昔ジェルネイルにハマってたんですけど、自分でもやったりしてたんですけど、本当に久しぶりにやってきました。テーマはですね、ウェディングです。まずは右手からあのレース風に手書きで書いていただきました。で、全体的に淡い白を混ぜてたんですけど、グラデーションにしていただきました。なんとなくヌーディーな色が良くて、で、お花を描いてもらってます。小指だったり中指、あと親指ですね、シンプルに飾ってもらいました。で、左手はこんな感じです。タキシードとウェディングドレスを描いていただきました。これはもうすごく可愛くて気に入ってます。で、親指も右手と同じようにシンプルに。もう私このこれがもう可愛すぎて愛おしい。もう間もなく前撮りなんですけど、結婚式の時ですね、本番の時でも良かったかなと思いました。どうしようかな、同じにしちゃおうかなって思うぐらい今すごく気に入ってます。本当は変えようと思ったんですよね、結婚式の時と前撮りの時は変えようと思ってたんですけど、どうしよう、これもうなんか本番も同じのにしちゃいそうです。それぐらい気に入りました。で、私はですね、今回このデザインにするときにネットで検索していろんなものを融合して作っていただきました。レースはこのこういう感じがいいとか、この竹シュードはこういう感じがいいけど色はグレーみたいな色がいいとか注文いっぱいしてやっていただきました。そう、ただ私あの本当に前にジェルネイルにハマってた時期があったんですけど、やるたびにすごくテンション上がるんですけど、やっぱりね爪がだんだん薄くなってきて、硬化する時にドってなる時がもう熱くて痛く感じてしまって昔やめてしまったので、多分ずっとはやらないと思うんですけど、本番まではちょっとこれで楽しみたいなと思います。で、本当にこのレースもすごく可愛くて普段使いでいいなと思ったので、ジェルネイルやられる方の参考になったら嬉しいです。はい、ということで今日は短いですけれども私のジェルネイルをご紹介しました。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。よければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。